役員らによる金品授受問題の再発防止を目指す関西電力が、今日株主の神戸市を訪れ、業務改善計画について説明しました。今日午前、神戸市の久本市長を訪ねたのは、関西電力の森本隆社長ら5人です。関電が設けた第三者委員会は先月、原発がある福井県高浜町の森山英二元助役から、関電の役員ら75人が、合わせておよそ3億6000万円相当の金品などを受け取っていて、元助役の要求に応じて工事を発注した事例があり、関電による便宜供与があったとする報告書を発表。これを受け、おととい関電は経済産業省に業務改善計画を提出し、主要な株主である神戸市に対しても計画の内容を説明しました。外部の目をしっかり入れていくというような内容を骨子とする業務改善計画の説明がありました。電力料金が役職員に還流をしたという疑念は拭いきれないということは大変遺憾だということを申し上げまして、今年6月の株主総会を経て、新しく関電の会長に就任する榊原定幸前経団連会長は、温室効果ガスを減らすためにも原発の稼働は必要だとの考えを示しています。